お疲れ様でした。お疲れ様でした。だいぶ二人張ってる状態なんですけど、パンパンです。ほんまに、まあちょっとマッチョ対談ということで、はい、結構リスナーさんとか結構視聴者の奥で、増量と減量がテーマになってくるんですけど、なるほど。まずは減量からやっぱダイエット、いわゆる、結構やっぱ長続きしないとか、全然なんかもう体がダメになっちゃうみたいな、やっぱ無理なダイエットでいると思うんですけど、減量のポイントとかって何かありますか？減量のポイントは3つありまして、あ、3つ、はい、はい、まず1つ目は、適切な食事。あ、適切な食事、はい、はい、2つ目が適切な運動、はい、はいはい、で3つ目が適切な睡眠。あ、睡眠、そうです。おー、睡眠は初めて聞きましたね。そう、この3つが大事なんですけども、はい、特にそう、今プロタンさんもおっしゃってた通り、結構睡眠をおろそかにする方が多いんですよね。なるほど、はい、なんか聞いたことないですかね、なんかそのダイエットしてる時に、うん、なんか長く起きてればそれだけ消費カロリー消費するんじゃねえみたいなね。はいはい、確かに、まあ立ったりとか立つだけでカロリー消費してますからね。だから一晩中起きてれば、うん、寝るよりかはカロリー消費する、消費しそうな気するじゃないですか。はいはい、します、します。全然逆です。あ、逆なんですか？もうちゃんと寝た方がカロリーを消費します。ああ、そうなんですね。そうなんです。まあ、そのメカニズムは、六本木のクローバーに来てもらったので、ね、詳しく上田さんに詳しくそこは、説明するとして、はい、睡眠をですね、おろそかにする方がかなり多いんで、うん、ちなみにどれぐらい取った方がいいですか、睡眠は？睡眠はですね、まあ、一応僕は推奨しているのは、はい、睡眠学会っていうところが推奨している7時間。はい、あ、7時間、はい、を一応推奨はしてます、はい、ただこれもね、人によりけりっていうのもありますし、あとそれよりももっと大事なのが、はい、睡眠の質ですね。あ、質、はい、はい、ただ長時間寝りゃいいってもんじゃなくて、はい、ちゃんと熟睡できてるかどうかっていうのがすごく大事なと思うので、うん、はいはいはい、そこですかね。なるほど、はい、じゃあ7時間睡眠は取った方がいいってこと、まあ、そうですね、ちゃんとした質の、はい、では食事というのは大体ダイエットはどんなものを取った方がいいですかね。そうですね、まあ、長い目で見るんであれば、はい、やっぱり PFC バランス、そのタンパク質と脂質と炭水化物のバランスの取れた、はい、食事をしっかり取っていただくという感じですね、うん、だからそのタンパク質が大体4割から5割ぐらい、炭水化物が4割ぐらい、あ、でしょ、タンパク質が、タンパク質が4割からそうですね、まあ、多くても5割ぐらい、うん、で炭水化物が、3割から4割ぐらい、うん、で脂質が1割、まあ、ないし、まあ、2割弱ぐらいと、うん、あ、それぐらいで三角形で、まあ、そうですね、食事を取った方がいいです。やっぱカロリーも大事ですよね、はい、まあ、もちろんもちろん、ダイエットの基本は消費カロリー、まあ、要は基礎代謝よりも、うん、それよりも少ないカロリーを摂取するっていうのが、うん、まあ、ダイエットの大原則でございますので。なるほど、はい、やっぱ食べちゃダメみたいなものありますか、ダイエット中は。食べちゃダメっていうのは基本的にはあまりないんですよ。1日の総摂取カロリーを決めていただいた上で、はい、じゃあ何でしょうね、脂質をどのぐらい取ればいいのか、タンパク質をどのぐらい取ればいいのか、タンパク、はい、炭水化物をどれぐらい取ればいいかっていうのを自分で計算して取ればいいんで、やっぱ自分で計算した方がいいですよね。やみくもにやっぱ痩せよ痩せよみたいな感じ、はい、低カロリーも低カロリーものものじゃなくて、そうです、まあ、自分で計算して、はい、あ、やっぱってことなんですよね。ただ、はい、それをだから NG 食材って基本的にはないんですけども、なるほど、だからそれってでもカロリー計算するのめんどくさいじゃないですか、うん、めんどくさいんだったら、はい、パーソナルトレーナーに聞いてください。それじゃあ完全に売れていくね。なるほど、やっぱ運動はやっぱり筋トレ、やっぱ筋トレした方が早いですよね、ランニングより。そうですね、やっぱ実際そこですか。まあ、筋トレした方が結局そのベースとなる基礎代謝が上がるんで、はい、だからそっちの方が痩せやすくはなりますよね。なるほど、ただ、さっきしたトレーニングみたいな。そうです、そうです、そうです、うん、ただ有酸素をやらなくてもいいってわけではなくて、うん、やっぱりその効率よく、はい、なんて言うんでしょうね、その短期間で例えばもう期限が決まってますと、はい、あと来月再来月ぐらいまでに痩せなきゃいけないという期限が決まってて、はい、何かしらそういうのがあるんだったら、はい、まあ、有酸素もうまく組み合わせた方が、まあ、より効率よく落とすことは可能ですね。なるほど、なるほど、はい、有酸素ばっかじゃやっぱり、そうです、
長続きはしないですよね。有酸素ばっかりだと筋肉は増えないですし、はい、そうしかも有酸素もですね、90分以上やると、はい、アミノ酸をですね、はい、エネルギー源として使いすぎて、その筋分解が起こってしまう。筋肉の分解が起きて。そうなんですよ。肩ボールっていうんですけれども。じゃあ貯金、貯蓄の筋肉をどんどん崩していくみたいな感じですか。そうなんですよ。そういう危険性が出てきてしまうので、有酸素ばっかりに頼るのはちょっと、ナンセンスかな。じゃあ次は、はい、増量なんですけど、逆に、はい、増量のコツとかってありますか？そうですね、やっぱ食っても太らないみたいな、やっぱよく決まり文句であるじゃないですか。私食ってんのに太らないみたいな。そういう人大体よく話聞くと、大体食ってないんですよ。やっぱそうっすよね。大体食ってないんですよね。絶対食ってないですよ、本当に。そうそう、うん、僕らよくですね、増量とかするんですけども、はい、1年間の間に増量期って分けてるんですけども、はい、増量期と減量期です。そうですね、減量期と分けてるんですけども、増量期の時に僕らは最低6000キロカロリーとか取りますから。ああ、最低6000キロカロリーぐらいですか。はい、多い時は8000キロカロリーとか。8000キロカロリー、はい、いや、それ食べ物ってあんま決めずに、もうとにかく高カロリー、ラーメン、高カロリーものを、高カロリープラス、やっぱりタンパク質多くって感じですけども。あ、そんなに食うんだ。でもそのぐらい食べないと太んないでしょ。まあ確かにそうですよね。確かにそれぐらい食わないと太んない。そうなんです。だから増量したいっていう人、そのぐらい食べてます？うん、絶対食べてないと思うわ。絶対食べてないわ、それ。はい、しかもあれですよね、一気にいっぱい食べるとそこまで食べてないですよね、実際。あと下痢しちゃうっていう人もいますから、やっぱ吸収されないと意味ない。そうそうそう、やっぱり増量期は1日何食ぐらいですか？もうひたすらだから僕は回数を増やして食べますね。5、6食ぐらいですか？しかもその5、6食も結構、そうそう、高カロリーのものを、高カロリーのもの、はい、もう暇さえあればお菓子食べたりとか、タンパク質とかプロテイン飲んだりとか、もうひたすらもう入れてると。やっぱ実際に具体的な数値がやっぱりどれぐらいの感覚がじゃなくて、実際どれぐらい食べたかの、その総カロリーの数値がすごく大事、減量も増量も、はい、基本は大事なんですよ。ただやっぱりその太りにくい方っていうのが実際いるんですよ。確かに、そのさっき言ったみたいに下痢になる、食べても下痢になってしまうんですね。そういう方はやっぱり腸内の環境とか、もしかすると胃腸がもうそもそも弱いっていう可能性もあるんですね。はい、じゃあそういう方はじゃあどうすればいいか、はい、パーソナルトレーナーに聞いてください。上田さんすごい詳しいんで、詳しいことはね、はい、詳しいことはこっちになっちゃいますから。そうなんですよ。うまい感じの動画になっちゃった。でもね、パーソナルトレーナーに聞いた方がぶっちゃけ早いっすよ。やっぱ実際そうですよね。そうなんです。がむしゃらで最初自分でなんかやってても、うん、もう何年も時間無駄にしちゃいますもんね。下手するとね、ウェイトトレーニングって怪我の可能性が出ますから、 あと体壊しちゃったりとかね。確かに僕も全然知らずにやってて、はい、壊しましたからね、減量して。ああ、それでそこで詳しく勉強して、はい、まあ、なんとなく分かったって感じなんで、で実際ちょっと増量なんですけど、はい、やベンチプレス向上したいとか、やっぱ男ってあるじゃないですか、筋肉手がけしたいって、はいはいはい、で増量して、はい、めっちゃやっぱパワーつくじゃないですか、はい、でそれで減量するじゃないですか、はいはいはい、そうすると筋肉ってある程度維持できてるもんなんですか？維持を、そうですね、その減量の仕方によるんですよね。その減量の仕方っていうのは、それはやっぱりさっき言ったみたいに、基本的には PSC バランスをしっかり良くした食事をとる、プラスその、なんていうんでしょうね、カタボリックを起こさないための、はい、まあ、その栄養摂取の仕方みたいなのも、ちょっと細かい、テクニックがいっぱいあるんですよ。まあ、簡単に言うと、やっぱタンパク質が必要ですか？必須ですね。はい、結構減量の時こそタンパク質いっぱい取った方がいいっていうじゃないですか。そうです、そうです。やっぱ実際そうなんですか？実際そうですね。ああ、やっぱタンパク質がやっぱキーポイントになってくるのか。そうです。なので、はい、総摂取カロリーの中でも、はい、タンパク質はなるべくですね、摂取量はあまり減らさずに、はい、脂質の量をしっかり減らして、減らして、はい、減量期も、そうですね、増量期も。増量期はですね、結構脂質の量は別に関係なく、関係なくもう筋とか。はい、減量期は特にですね、脂質とか。なるほど。でっかくした状態で、はい、いかにタンパク質を維持したまま落とすかっていうのは、そうすると筋肉である程度維持されて、脂肪だけがシュッとなった感じで。そうです、そうです。で、その以前の同じ体、例えば50キロでも1回増量して落として50キロの方がやっぱ筋力は成長しますか？もちろん。もうその繰り返しでやっぱ体ってでかくなっていくんだもんね。そういうことです、そういうことです。あー、なるほど。はい。
やっぱそれでだいぶ変わりましたか、上田さんも。まあ、僕も全然やっぱり変わりましたね。うん、僕もちょこちょこツイッターに昔の写真とか載せますけど。ああ、なんかちらっと見ました。最初なんか太ってたみたいな感じで。そうです。太ってましたし、あと3年前に僕初めてボディメイク自分の体を変え始めたんですけども、その頃の写真見ると今より全然ひょろひょろっすからね。あ、ひょろひょろっすか。びっくりするぐらいひょろひょろなんで、自分でもああすごい大きくなったなと思いますし。ああ、やっぱそうですよね。はい。僕もまだこれぐらいなんですけど。やっぱりだいぶ変わったなと思いました。ああ、まあそうですよね、やっぱり筋肉すぎて自信つくし、まあそうですね、努力の証というか、結果ですからね、うん、はい、筋肉ついて変わったこととかありますか。筋肉ついて、いや一番変わったことはですね、マッチョ20内に入ったことですね。やっぱそれでかいですか。やっぱでかいですね。僕もともとその何でしょう、パーソナルトレーナーやってて、はい、そのウェイトトレーニングの素晴らしさを世の中に広めたいっていう気持ちがあったんですけども、はい、じゃあどうやってやればいいのかなってすごく悩んでたんですよ。そしたらね、向こうからナンパされてマッチョ20に入ってって言われて、なるほどなるほど。それやってたらやっぱりそのファンの方たちがパーソナルトレーナーとトレーニングを結構始める方が増えたんですよ。その僕らのそれは嬉しいですね、はい、影響もあって、はいはい、それがすごい嬉しくて。ああ、それいいことですね。だから結構なんかすごい、僕とちょっと似てます。僕もやっぱ筋肉の良さを広めたくて、助走筋肉を、はいはいはい、あ、プロダンさんもそうなんですね。そんな感じです、実際それも一部入ってるんで、いや、 やっぱいいことだらけですからね、筋肉鍛えると。そうなんです、自分の自己管理もできるし、はい、そうそうそう、自己管理って大きいですよね、はい、やっぱモテるし、だそうやっぱチャランマッチョの上田さんはぶっちゃけモテますよ。いや、ぶっちゃけやっぱ筋肉あんまちょっと嫌だって女性聞くけど、今はなんかあんま聞かない人もいない。聞かないっすね。筋肉あった方がいいみたいな。逆に、筋肉嫌いな人、まあもちろん、ね、中にいるんでしょうけど、中にいると思います。でもそういう方って多分近づいてこないんで、そもそも。だから、なんか全然見ないっすね。確かに。メリットしかないと思う。メリットしかないです。デメリットないです。健康になるし、ね、かっこよくなるし、モテるし、モテるし、最高なんだよ。ビジネスもできるし。そうそうそう。ビジネスもできるし、最高なんだよ。ありがとうございます。ということで、以上、はい、筋肉対談でした。ありがとうございます。ありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。お願いします。ということで、参考にしてください。